皆さんこんにちは、糸作チャンネルです。今日はこちら、ご購入された方はもうこの袋を見ただけであってお分かりになるかと思うんですけれども、ベルリンソックスです。すっごく楽しかったのであっという間に編んでしまいました。なのでお披露目をしたいと思います。こんな感じです。もうすっごく可愛い。パターン、こちらは、もみの木ヤーンさんの、千尋さんデザインですね。で、こちらです。表紙だけお見せいたします。この、3つの、キットの展開でアムヒビニットさんで私は買いました。このパターンの一番この右側に写っているこの赤が入っているこちらのキットを今回私は購入したんですけれども、これと、全く同じ、色を変えて編んでいくやり方がこの右側の方ですね。でもうさっきから可愛い可愛いしか言わないけど本当に可愛いんです。で、自分だったらまずこの使わない色があるけれど、キットの良さっていうのはそのもうあらかじめその色を設定されていて、でその中でそれで編んでいく。で特にこれは2本撮りで、その違う色同士を2本撮りでどんどんこう色を変えて編んでいく靴下なので、また1本撮りだけの時のキット、他のキットと比べるともう全然その何て言うんだろう、色替えの楽しさがねやっぱり相当面白いんですね。でそしてさらにこれの面白さは何て言うんだろう、自分で色替えをアレンジする余地を残している靴下だと思うんですね。で、インスタグラムでもベルリンソックス、ハッシュタグベルリンソックスで検索すると、もうすでにね4月に発売されたパターン自体は4月なので、それでもうすでに編まれている方がたくさんいらっしゃいます。で写真を見てみると、やはり今回私が挑戦したような感じで左右の色使いをあえて変えてみる、同じで編まれている方ももちろんいらっしゃるけど左右を変えてみるという面白さもあったりで、今回私はこれね、左右の上下をただ単純に逆転しただけなんですね。もうそれだけでもなんかねこう楽しかったです。さらにこの靴下の面白さっていうのは、その手持ちの糸、この最初はこれキットでね買って編みましたけど、その手持ちの余り糸を使える、でそれをいろいろ実験できる、アレンジできるっていう、この2個目3個目4個目を編みたくなる靴下だと思うんですね。編み方自体はとてもシンプルなんです。靴下初心者さんにものすごくおすすめします。ここの編み地はメリヤスですし、まあ、ここに模様があるけれどこれは全然難しくない。靴下を編んだことある方ならばまあ分かる模様だし、でこの三角待ちだったりここだったりもパターンすごく丁寧に分かりやすく書いていただいているので、分からないです、編みませんっていう方はほぼいないんじゃないかなと思います。で2本撮りなんですよ。で履き口からこれスタートするパターンです。で私久々に履き口からのパターンを編んで、なんかここのとこずっとなんかつま先から編むパターンが多かったんですけど、履き口から編むまた楽しさっていうのも、久々にちょっと実感しました。であえてこれ
この履き口からこうスタートさせて編んでいって、最後ここのつま先を、引き返しでぐるっとこう編んでいって、でここで止めるんですね。でまたここの止めるところもこうなんつうんだろう、おーってこう、そういう止め方できたかっていう感じです。まあ見ていただければわかるんですけど、であえてその止めるところのやり方で色をね変えることで、見えますかね、私は黄色、この黄色というか黄土色というかこの糸で止めたんですけど、ワンポイントみたいになってめっちゃ可愛いんです。でこちら側もそうです。最後つま先の部分、紺色でこう引き返ししたんだけど、止めた糸はこの同じ黄色の糸で止めました。もうねキュンキュンしちゃいますよ。2本取りで編む靴下はやはり地厚に仕上がるので、私はもう割り切ってこれ室内履きにしようと思ってるんですね。っていうか、まあ私の場合生活パターンがほとんど家の中なので、外に出る時は大きい靴持ってるんですけど、大きい靴の時にはこれ履けるんですけど、ちょっとジャストサイズの靴の場合はちょっと無理なのでね。なのでほとんど家にもいるということもあるから、だから地厚の靴下ちょっと今ね見直してるところです。もちろんソックヤーン一本取りでね編んで、で中でも外でも履いていける靴下っていうのを今まで大好きで作って履いてはいましたけど、この二本取りのこの安心感で何よりも温かい、すごく安心感がある。これはねちょっとこの後靴下私二本取り構成で進めていきたいなと思ってるくらいです。でさらにさっきも言いましたけど、この色をね変えていく、一本取りで変えていくときは、例えばこれ一本取りだったら普通にストライプで出ると思うんですよね。だけれどもそのフェードしていく、色がフェードしていく色替えなので、このふわーっとこうなんて言うんでしょうか、色がパッキリ赤のところもあれば、その赤が赤とこの色でに二本取りで編んで色がぼやーっとぼやける、でまたさらにどんどんこう変わっていくっていう、このフェード感がとっても最近好きです。でさらにそれをね試せる、実験できるというのも魅力だと思います。でこれ購入した時にアムヒビさんのキットでしたので、この4色の糸玉が入ってました。こういう使い方をして残ったのがこのぐらいでした。赤が結構残っちゃったかな今回は、そうですよね、つま先と履き口でこれとこれは結構使ったし、でかかとのここのところで、この黄色も使ったし、だから赤がちょっと多めに残ったんですね。でもねちょうどいいまた糸玉の量だと思うし、これは本当にねおすすめです。プロモーションでも何でもないので、これ私が勝手にもう盛り上がって今回動画で配信させてくださいということで私の方からお願いしました。でそうしましたらデザイナーさんの、もみの木ヤーンの千尋さんから心よいお返事をいただきまして、今回この動画を撮影しています。パターンは、ラベリーの方で販売されています。で今現在ですね、販売されているのは英文パターンです。で、
すべて英語のパターンが販売されておりますが、千尋さん情報によりますと、近日、本当に近日、そのラベリーで、英文パターンのその英語版プラス日本語版が出るようなんです。で、それもお話ししていいかっていうふうにちょっとお聞きしましたら、ぜひぜひということなので、今回私、そのように今動画で話してるんですけども、日本語版が出ます。で、それは同じ文章形式なんですね。日本でいう編み図ではないです。文章式になります。略語表記は、略語表記、表編みは K とか裏編みは P とかのその略語表記ですね。それは英語で出ています。だけどそれ難しく感じないと思うんですね。略語表記をあえて表目1とか、掛け目2とかなんかそんな日本語表記で全部書かれてしまうと反対に編みづらいと私は感じていますので、略語表記だけはその英語の略語記号だけど説明文は日本語ですよという、そういう一番わかりやすいパターンじゃないかなと、文章パターンじゃないかなと思います。で、あと文章パターン自体を慣れていない方は、まず文章パターンって聞くとえって思う方も多いかと思うんですけど、編み図は編み図なりの良さがあるし、文章パターンは文章パターンの良さが、メリットがすごくあります。で、一度ね、全部英語の文章パターンというとすごくやっぱり抵抗感は、英語ができないと抵抗感はあると思うんですけど、その説明文は日本語、略語表記は英語という、そういう文章パターンをまず1個目でチャレンジされてみると、すごくねその文章パターンの構成がよく分かって、さらに失敗もなく、ほとんど失敗もなく編めると思います。で、あとね、その作品にもよると思うんですね。靴下っていうのはその編み図にすると、その編み図自体がもうわけわからん状態だと思うんですよ、編み図に慣れていない方は。で、さらに靴下イコール難しそうっていうイメージがもうこう脳内にインプットされちゃってる方も多いので、だからもう靴下の編み図って聞いただけでもう無理っていう方は、やはりねこの文章パターンでチャレンジしてみる方がいいと思います。で、そこにこの日本語の説明があるという安心感がとてもいいと思います。で、その元々のその英語版で出してらっしゃるのと、近日新しく日本語版ができる、で、その両方がラベリーの方からダウンロードできるらしいので、両方ダウンロードできるんです、購入すれば。なので、両方その英語のパターンと日本語のパターンと両方ダウンロードして、例えばその違いをね比較しながら、あ、英語だとこういう表記になるんだっていうお勉強ができます。比較することで勉強ができます。パターン自体は難しくはないので、すごくね最初にまず靴下を編むというパターンにとして考えると、とても秀逸なものだと思うので激しくおすすめいたします。で、千尋さんのそのラベリーではそのパターンのみということなんですけれども、今現在アムヒビニットさん、もうねよく利用されている方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、このベルリンソックスもすでにキットで販売されています。ただ、今現在、今の時間現在はちょっともう大人気なので品切れになっておりますね、カートを見てみたら。ですが、また近日中にキットは再販されるとの、連絡をいただきました。で、このキット、私も今回このキットをアムヒビさんで、購入させていただいたんですけれども、アムヒビさんの場合はこれは、この日本語版のパターンです。なので、さっきも言ったように、英文形式の文章パターンで、略語記号は英語です。英語
だけど説明文は日本語ですよというパターンです。で、アムヒビさんの方ではこのパターンとプラスして、チェックシートというものがついています。これはアムヒビさんが、作られたものですね。チェックシート付きです。で、このチェックシートというのがまたとても便利なので、チェックシートをぜひ欲しいという方はアムヒビさんの方で、キットで、ご購入していただくといいと思います。で、初心者の方に、特に初心者の方にはこのチェックシートがあると編みやすいということで、アムヒビさんの配慮でつけていただいているものなので、このチェックシート欲しい方はぜひアムヒビさんの方で、もう近日販売されますので、もうサイトの方をねちょっと見張りながら出たらもう真っ先にご購入していただければいいんじゃないかなと思っています。はい。で、ちょっと激しく宣伝に なりましたが、もう本当におすすめです。私は回し者ではございません。やっぱりねいいなと思ったので、ちょっと今回プッシュして説明をさせていただきました。で、だからまあこれね編んでる途中のは出してなかったですね、ほとんど動画で。まあ、それはほら私のじゃないから勝手にやっちゃうわけにいかないので、今回出来上がった段階で、このように、ちょっと動画に出してみたいなと思いました。はい。で、そしてですね、その2本撮りで編む、まあ、自圧の靴下にはまっちょるということで、これも何度も履いてちょっとねみすぼらしくってちょっと出すのもはばかれるんですが、これもね2本撮りで編みました。で、これはこのようなフェードにはしてないんですけど、パッキリこう分けたんですけど、この茶色とグレーが混ざってるラインをパッキリ分けた、そういう編み方なんですけど、これは何の糸を使ったかな、もうね多分 3,4 年前に編んだ靴下でヘビーに履いてるのでちょっとさっきね毛玉取ったんですけど、まだそれでもねところどころ残っておりまして、見苦しくてすいません。ちょっとこの辺フェルトかもしてますが、結構気に入って履いてるんです。でね、あったかいんです。で、色もねちょっと地味系で作ったので、まあ、何にでも合わせやすいという感じで、かなりヘビーに履いてますが、一度もまだこの穴が開いたりとかはしてないですね。ソックヤン、ツイードのソックヤンで、編みました。3色を使っています。はい。で、これはね、つま先から普通編んでったんですね。はい。という感じですとか、まあ、あとは2本撮りっちゃ2本撮りなんですけど、で、これは手編みじゃないんですけど、前回もちょっとご紹介した、玉木新芽さんのデザイナーさんの玉木新芽さんのところで買った、靴下、これはコットンです。で、手編みではなく機械編みです。で、形もノーマルですね。で、これはやっぱり何が好きかっていうと、このこういう感じですね。やっぱり色が反転してるとか、このちょっとしたこの2色を使ったこの色が見える、さりげなく見えるところとかで、もう一個買ったんですね。何個買ってんだよって感じですけど、で、これはこっちと緑と違って、まあ、紺色メインなんですけど、で、左右で違うっていうあれではないんですけど、なんかねやっぱりこういう感じが好きなんですね。ちょっと参考までにこれも出してみましたが、なのでちょっと今回私は、こういう感じの2本撮りなおかつフェード系、の自圧靴下で、できればこの今回のベルリンソックスのようにこう上下で反転させるとか、まあいろいろ冒険してみたい欲にちょっといろいろ駆られまして、ちょっと今後ねこういう靴下もいっぱい
ぱい編んでみたいなと思います。ソックヤーンの在庫が今年に入ってものすごく増えました。その前も衣装ケース多分ね3箱分ぐらい持ってたんですけど、さらに増えてもう収納量がいっぱいいっぱいになって、今別口で保存してるんです。収納袋に入れて、なのでそれをなんとかちょっと使いたいというのもありますし、生きてるうちにね編まないと残したまま死ねないので、家族にすっごい怒られるかもしれないから、ちょっとそれをこういう感じの、靴下を大量に作って、頑張って編みたいと思っています。はい、あとですね、そのいっぱい在庫として抱えているソックヤーンの中でも、これは今年に入って夏頃かな買った、もみの木ヤーンさんのソックヤーンです。とてもすごく可愛らしい、このポツポツも入ったこの糸、靴下を編もうと思って買ってなくて、ウェアを編もうと思って5カセいや6カセ買ったかな、同じ色があったりします。なので、この肌触りも素晴らしく良くて、靴下にもウェアにもショールにもなりそうなこの素敵な色合いの糸、ちょっとね使うのかなりねまだ迷ってるんです、もったいなくて。でこれがもみの木ヤーンさんのロゴになりますね。もういろんなサイトで結構取り扱っているところもあるみたいなので、もみの木ヤーンさんで、検索するとね出てくると思いますので、気になった方はぜひご覧になってみてください。はい、ということで本日は、こちらのベルリンソックスをお話しさせていただきました。あ、言い忘れましたけど、サイズは小さいサイズと大きいサイズと、2つのサイズで展開されています。で、ちなみに私は当たり前ですけど大きいサイズで編みました。はい、ということですので、その近日発売予定の、アムヒビさんはキットの再販で、千尋さんの方はラベリーで、日本語版が出ますよという、そういうお知らせでした。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さよなら。